こんにちは、ごまおです。本日はですね、マイナポイントのお話ですね。超簡単に楽天カードにマイナポイントを紐付ける方法、これのやり方を解説していきたいと思います。この動画は悩める会社を救うお金の知識を伝えます、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき人はね、マイナポイントに申し込みたいという方、でやり方がわからんという方、で手順を教えてという方に向けてね、ごまの場合はね、楽天カードにこのマイナポイントを紐付けましたので、その時のやり方をね、ご紹介しながら解説していきたいと思います。結論からですね、アプリからね、超簡単にできますので、図解ね、示しながら解説していきたいと思います。必要なのはもうマイナンバーカードとスマホだけです。で、マイナンバーカードは通知カードだけではダメなんですよね。ちゃんと通知カード全員がもらってるはずなんで、そこからちゃんと申し込みをして、IC カードチップ付きの、免許証みたいなカードですね。これを手元にないとできません。ない人は早めに申請してください。そうしないとね、マイナポイントもらえませんからね。それは、事前にやってほしいということです。マイナンバーカードとスマホをお手元にご用意ください。で、マイナポイントとは何かっていうのをちょっとざっくりね、おさらいしておきましょう。お得に上限5000円分のマイナポイントがもらえるということでね。まず、マイナンバーカード取得。してマイナポイントを予約してマイナポイントを申し込むということをすればマイナポイント5000円分ね最大もらえるということです。キャッシュレス決済ね、ほとんどのキャッシュレス決済が対応してますけれども、どれがね自分が使いやすいのを選んで、で2万円分のチャージとかお買い物をすると1人当たり上限5000円分付与率が 25% ですね。これのマイナポイントがもらえる。でマイナポイントっていうもの自体がねもらえるわけじゃなくて、その紐付けたキャッシュレス決済の、例えば楽天カードに紐付ければ楽天ポイントが5000円分もらえるみたいなね、こんな感じです。でキャッシュレス還元の手続きが必要で、キャッシュレス還元のね、この続きって感じですね。今まで6月まではね、5% キャッシュレス還元最大ね、とかありましたけど、それの続きって感じですね。申請した人だけのメリットでやらなきゃ損だという制度になってます。で申請に必要なものはこちらです。スマホとマイナンバーカードですね。で、手順としては、マイナポイントアプリっていうのを、これをダウンロードしている。Android でもね、どうでも iPhone でもできますね。アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取る。この時ね、マイナンバーカードが必要です。で、マイナンバーカードを取得した時に、設定した4桁の暗証番号もちゃんと覚えておいてくださいね。これが必要ですからね。はい。ということになります。で、対象キャッシュレスサービスはいろいろありまして、今後も増えることがあるそうですが、ほとんどのね、大体、メジャーなやつは対応していると思っていただければ OK です。楽天カードももちろんね、入ってますということです。はい。で、購入や費用の 25% が上限5000円分のポイントが付与されるっていうのが、ポイントですね。はい。2万円分のお買い物に対してなので、例えば1万円分お買い物しても、その 25% の2500ポイントしかつかないので、ちゃんとね、この半年間の間に2万円分ぐらいね、お買い物する、普段ね、お買い物しているキャッシュレスサービスにね、紐付けた方がいいと思います。それは個人によって違うのでね、よく使うやつを選ぶべきかなというふうに思います。で、よくある質問をまとめておきました。マイナポイントはどこで使えるのか、それは選択したキャッシュレスキャッシュサービスに対応しているお店どこでも使えます。マイナンバーカードを買い物の際に必要なのっていうのは、それは必要ありません。で、マイナポイントを申し込む際になりすましはされないのということで、これは 100% されないとは言い切れませんけど、ほぼ大丈夫ですということですね。何を買ったか国に監視されないのということですけども、これマイナンバーには紐付けされません。ただ別にクレジットカードとかには、ね、紐付けされてるんで、気にされる方はやらない方がいいかなというふうに思います。で、上乗せキャンペーンっていうのがありますね。普通だとマイナポイント5000ポイントもらうだけでおしまいなんですけど、それだとね、各社サービスに差がないということで、それぞれの、ね、サービスがね、じゃあ上乗せでさらに合計2000ポイントも付与しますよとかね、ゆうちょペイだったらね、とか au ペイだったら1000円相当とかね、各社いろいろやってるので、これキャンペーン一覧ね、これ見てみて、自分にね、適したものを選ぶというのもありかなというふうに思います。はい。こういうのをバッと説明してますね。別の動画でもね、ここら辺は説明したので、そっち見ていただければと思います。で、楽天カードに上乗せキャンペーンはないんですけども、ごまはね、楽天カードをめちゃくちゃよく使うので、上乗せキャンペーンはね、普段使わないものばっかりだったんで、別にあえて選ぶ必要もないかなというふうに思いまして、使い勝手を優先して楽天カードに紐付けることにしました。はい。で、ここから、手順をね、実際に本当に予約して申請するっていう手順をお伝えしていきたいと思います。まず手元にてマイナンバーカードとスマホを準備してください。で、マイナポイントのアプリ、これはダウンロードしてもらって、ここから申請します。まずこのね、マイナポイントアプリを開いてください。で、マイナンバーカードをスマホの裏に当て
で読み込みます。これで申請は終了です。で次に紐付けたいキャッシュレス決済を選択します。5万だったら楽天カードを選びます。楽天カードを選ぶと楽天カードアプリが開きます。まあ、これも、ね、楽天カードアプリ事前にダウンロードしておくとスムーズですね。でそのまま手続きするだけで一瞬で終わりますということですね。で実際に画面見てみましょう。こんな感じになってます。まずね、マイナポイントアプリを開きましょう。で初めての方はこちらみたいな感じになっているので、これね、マイナポイントの予約、これマイキー ID の発行っていうので、ここをタップしてください。ここをピッと押すと、こっちの画面になりますね。マイナポイントの予約っていうところになります。マイナンバーカードの読み取りっていう画面になりますね。で、マイナンバーカードをスマートフォンにセットして、次に進むボタンを押してください。このスマホのね、裏に、マイナンバーカードを押し、まあ、当てる感じですね。それで、次に進むを押してください。それでね、まあ、マイナポイント読みと読み込みますので、で、これね、パスワードを、要求されます。暗証番号4桁ですね。これを入力してもらって、でこれマイナーポイントの予約開始もよろしいですかってなるんで、これ OK をタップしてください。そうするとこれね、マイナーポイントの予約が完了しました。まあ この、ね、このストップだけですよ。たったこれだけで、次申し込みへを押してください。これでまあ申請を完了したの で次申し込みですね。申し込みはまあその自分が使いたい、ね、楽天カードのやつですね。はい、これで、まあ、楽天カードに紐付けられました。ポイントは楽天ポイントとしてもらうことができますということですね。利用金額の累積が2万円に達した月の翌々月25日に付与されますということですね。ここね、注意してくださいね。で、これをやると、ここまでやると、次に楽天カードアプリの方に飛びますね。はい、で楽天カードアプリがこれ開けますと。ということで、これでマイナポイントの申し込み、ここをタップしてください。で、これサービス連携の同意とマイナポイント申し込みということでね、ここに同意申し込みするをタップしていただければ、これでね、申し込みが完了しましたということになります。で、2020年9月1日以降のご利用分のポイント申請の対象となりますのでね、7月から申し込みできますけど、7月、8月の使った分っていうのは別にカウントされないので、そこだけ注意してくださいということです。もうこれでおしまいです。本当にこれでおしまい。だからすごく楽でした。5万も、まあ、実際本当、今2分もかかってないんじゃないかなって感じしましたね、体感だとね。はい。で、実際の手順はまとめるとこんな感じです。一番まずマイナポイントアプリから申請します。マイナンバーカードをスマホの裏に当てれば読み込みます。で、まあ、あと暗証番号もね、やりますけど、これで申請は終了です。で、次に紐づいたキャッシュレス決済を選択します。まあ、楽天カードを選びました。楽天カードを選ぶと楽天カードアプリが開きますので、そこでパッタップをポッポッポッとやると、そのまま手続きするだけで一瞬で終わりますという話でした。はい、結論まとめました。はい、アプリから超簡単にできます。図解で解説しましたね。必要なのはマイナンバーカードとスマホだけです。通知カードではねダメなんで、ない人は早めに申請しておいてください。申請期間は2020年4月1日から8月、9月30日までですね。この間に申し込まないと対象になりませんので、注意してください。で、もう4000万人しかね対象になってませんので、予算的にね4000万人達成自体でこのキャンペーン終わってしまいますので、早めの登録をしておいてください。マイナンバーカードがねまだないって人は、まあ今申し込めばまだ間に合うと思いますので、早めにね申し込んでみてくださいということでした。で、あとね、自分の名義だけじゃなくてね、子供の名義とかも自分のね名義の他のキャッシュレス決済に紐付けて、子供の分もね1人5000円ポイントもらえたりするので、それもね漏らさずゲットできればいいんじゃないかなというふうに思います。その動画についてはね、別の動画で解説しているので、そっちも見ていってください。概要欄に貼り付けておきます。それではまた別の動画でお会いいたしましょうということなんですけど、まあ、もうちょっと話しようかな。そうですね。まあ、ごまお的戦略ももうちょっと話しましょうか。2020年7月にすぐもう申し込んだんですよ。っていうのは、だから、もう4000万人にしか、このキャンペーンの対象にならないっていう、もう予算的にもう決まっちゃってるんですね。1人5000ポイントで4000万人っていうね、それも予算で決まってるんです。だから国民ね、1億2000万人以上いるのに、もう4000万人しかね、届かないということなんで、早いもの順なんで、これぜひ注意してください。ただね、このマイナポイント、そんなに調べてないと思う、知らないって人多いと思いますが、何それって感じで、なんか、でも知ったとしてもめんどくさそうだし、まあ、俺はいいやみたいな人ね、結構いっぱいいると思うので、まあ、4000万人ぐらいだったらね、上限までいかないんじゃないかなって気はします。これね、まあ、ちゃんと情報をね、自分で入手してめんどくさくてもちょっとね、ちょっと手間をかけてやるだけっていうことなんで、それもちゃんとできる人っていうのはね、まあ、節約の意識が高い人だと思いますし、ちゃんともらえるものはもらおうっていうね、意識でやっていくといいと思いますよ。
で、自分の名義で、5万は、楽天カードに紐付け済みで、で、子供2人のね、マイナンバーカードが届き次第、キャッシュとね、スイカっていうものにも紐付けてやっていく予定です。で、スイカは、上乗せポイントが1000ポイントあるので、これはまあ大きいかなと思います。キャッシュとね、スイカは、たまに使うので、いいかなということで、2万円ぐらいかなという感じはしますね。楽天カードにね、ほとんど5万は集約してしまっているので、ほぼ楽天カード以外使わないんですけどね、他のも使えるものは使っとこうっていう感じです。で、僕、子供、もう5万の上の子供は2人ね、3歳と1歳なので、親の名義につけるのが普通かなって感じですけど、子供がもうちょっと大きくなってたらね、10歳とか、だったら、自分のね、スマホ決済アプリ、楽天ペイでも、ペイペイでも、LINEPay でもいいんですけど、そういうものに紐付けさせておいて、ちょっとお金の勉強に使うっていうのも、ありのとか、というのもちょっと思ったりしました。そんな感じですね。今回、マイナポイント、楽天カードを紐付ける方法をお伝えしました。もしこの動画いいなと思ったらチャンネル登録もお願いします。他にもね、楽天ポイントの稼ぎ方みたいなのもノートで発信したりしてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。